ということでラジコンのパーツを買ってきました。やったね。うん、作るの楽しみです。僕のだけどね。そうだね遊ぶのまた楽しみだもんね。そう、あそこのモノテックの社長さん、うん、そう、社長さん、あのめっちゃ詳しくていろいろ教えてくれるから。はい、ありがたいです。移動ですね、うん、知らないことも聞けるしね、すごい楽しい、うん、で、はい、これからね、うん、長岡だ来たってことで、うん、順者に言いましょう。はい、行ってきたいと思います。ラジコン楽しみなんだけどさ、うん、だいぶダイスさんのはもう意識揃ってるんですよ、うん、そうなんですよ。今回買ったやつじゃなくて、はい、ちょっと前にねやりたいって思い立った時に買いましたでも作ってない。そうなんです。すいませんすいませんなんで時間がなくてなかなか作る時間がないんですけど、うん、今年はね作ります。作りたい、早く作る時間を作るために僕の分も買ったっていう感じ、うん、あ、うん、それが正しいですねそうなんです。まだ作んねえのかみたいな、まあ、風邪もひいたし1月。そうなんです、ね、2人で動画出てなかった理由って、はい、風邪ひいてたんですよね。ひいてました。で体調がずっと悪くて、うん、ちょっと長引いてたね。長引いたからそろそろ、はい、ここからですね、やっていけたらいいかなっていう、はい、感じですね。感じですということで神社まで行きましょう。はい、到着しました。ということで行ってきたいと思います。お参りも参りました。終わりました。もう夕方になってきて、はい、ちょっと柏崎に向かってます、はい、柏崎入ったんだけど、うん、今年初の、うん、初のラーメン屋さん、はい、ラーメン屋さん行きたいです。新年ではないんだけど、うん、挨拶してこよう。はい、向かいましょうじゃあ向かっていきますか。はい、今日はラーメン、そう、今年2回目3回目のラーメンか、多分そうかな。3回目4回目のラーメンにしましょうなんか増えていくんだけど、いやちょっとね、うん、半分ずつにして、うん、これ本当は良くないの、またやるけど、またやるけどそうですね、またやるけど良くないんですけどね、うん、はい、挨拶も兼ねなのですいませんっていうのでお願いをして、一杯を半分にして食べていきましょう、はい、うん、かしこまりました大将にね、うん、はい、はい、では行ってきます。着きました、味の横綱さん、ラーメン食べに行ってきます。これです、白ラーメン、美味しいんだよね。来ました、2人で分けて美味しかったです。はい、はい、
行きますか。行きます。はい、食べてきました。ごちそうさまです。で、これからもう一軒。行くんでしょ。もう一軒行きます。美味しかったね。美味しかったです。なんかさ、うん。カシラズキ来るとさ、うん、ラーメンを食べたくなるんだよね。食いたくなって、そうそう、一杯で一点状態になり始めてない、うちらのパターンが、あのはしごってやつですね。甘えちゃってるよね。甘えちゃってますね。申し訳ないです。大将いつもありがとうございます。でも本当うまいんだよね。そうなんですよ。いやちょっとね、はい、正月の挨拶終わったら、うん、終わったらゆっくり一柏崎一ラーメンに。あ、そうですね、一柏崎一ラーメン、そうですね。はしごしない。はしごしない。はしごするんだったら昼と夜みたいな。あ、そうですね、うん、そうしようと思います。まあでも柏崎さ、うん、あのラーメン屋さんだけじゃなくていろんなご飯屋さん、うん、ありますよね。美味しいところあるから、うん、今年はラーメン屋だけじゃなくても、うん、いろんな美味しいご飯屋さん、うん、行きたいですね。そうですね。まずどこに行こうかっていうところから悩んで決めようと思います。いっぱいあるからね、うんうん、まずは、うん、一発目。そうですね、柏崎一発目は、はい、ちょっとはしごさせていただきます。はしごラーメンさせていただきます。ということで、うん、次男坊さんに向かいましょう。はい、次男坊さんに行きましょう。大将も分かってるからね。大将分かってる、今日もでしょってさせておって、一杯でいつかだって言うと向こうも行くんでしょってなりますから、申し訳ない。行くでしょ。そうですね、うん。はい、麺屋次男坊さん着きました。ということで食べに行ってこようと思います。今日私これにします。いつもつけ麺だったから。よし、これ。はい、来ました、ロコラーメン。いただきます。ごちそうさまでした、完食。お腹いっぱい。いや、食ったね。食べましたね、うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。ラーメンうまい、美味しい。でこれで、帰り道なんですけど、私のお姉ちゃんの誕生日が近いので誕生日プレゼントちょっと私に寄ってお家に帰ろうと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、行きます。ちなみにお姉ちゃんの誕生日プレゼントこちらです。喜んでくれるといいな。